吉川武雄3月7日から1993年2月20日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍将尉愛媛県松山市出身。警察官吉川菊一郎の長男として生まれる。松山中学を経て1930年4月海軍兵学校に入学。1933年11月。 同校を卒業し、浅間乗組となる。由良乗組を経て、1934年10月から1935年3月まで、海軍水雷学校で講習員として学ぶが、1935年1月から6月まで、山井休した。同年7月、海軍将位に任官し、横須賀鎮樹府付に発令されるが、同年9月に退、対名 1936年9月に休職。1938年6月、予備役編入となり、同月、軍令部食卓に発令。軍令部第三部第八課に配属された。1941年3月から1942年8月まで、森村正の編名を名乗り、 ホノルル領事館に勤務した。1942年8月、軍令部勤務に、発令、1944年6月、召集解除となった。1944年6月から1945年8月まで、日立製作所に勤めた。ありがとうございます。